青カビや麹カビを含む様々な無菌培養された菌類麹カビは麹菌ともいいアスペルギルス属に分類されるごく普通の不完全菌の一群である。1876年にヘルマンガールブルクにより麹から微生物として分離された。このうち一部のものが麹として味噌や醤油、日本酒を作るために用いられてきたことからこの名がついた。麹ビは 増殖するために、菌糸の先端から、デンプンや、タンパク質などを分解する、様々な酵素を生産、放出し、培地である虫米や、虫麦のデンプンや、タンパク質を分解し、生成するグルコースやアミノ酸を、栄養源として増殖する。発酵食品の製造に利用される一方で、麹カビの仲間には人に感染して、病気を起こすものや、 食品に生えた時にマイコトキシンを賛成するものがあり、医学上も重要視されているカビである。学名は、文星子がカトリックにおいて、清水を振りかける道具であるアスペルギルムに似ていることから命名された。麹カビは、日本では身近なところにごく普通に見られる不完全菌である。青カビと同様、放置されたパンや餅などの上によく姿を見せる。 空中から気質上に胞子が落ちると、胞子は発芽して、菌子は気質に伸びて、コロニーを形成する。コロニーはすぐに、胞子形成による無性生殖を始める。麹花火の胞子は、分生子と呼ばれる、外生胞子である。麹花火の構造模式図分生子柄は、大型のものでは1ミリメートルくらいまで伸び、気質から立ち上がる。柄の先端は丸く膨らみ、いただき脳と呼ばれる。 その表面に分生子形成細胞である粒型のフィアライドを一面に付ける。フィアライドの先端からは分生子が出芽状に形成される。分生子は成熟すると分生子を押し出すように新しい分生子がフィアライドから作られ始める。その結果、フィアライドの先に新しいものから古いものへと続く分生子の鎖ができる。 頂のう表面のフィアライドすべてから分生紙の数図ができるので、分成粉柄全体としては、頂のうを中心に、針山のように分生紙の数図がつき、古くなると、それが崩れてなんだかわからなくなる。古くならないうちは、分生紙の塊は柄の先端に丸くついているので、肉眼で見ると、ごく小さな毛玉か何かが並んでいるように見える。分生紙は黄色、新緑、 褐色、黒などの色をしている。緑っぽいものは青カビと間違えられることがある。黒っぽいものは黒カビと呼ばれる場合がある。なお、このような分生子形成型は青カビと共通であり、両者の類縁関係が近いことを示すとも言える。特に頂きのうが小さい麹カビは青カビと紛らわしい場合がある。有性生殖が知られているものはいくつかの属に分かれるが、 いずれも平死脳核という、休憩で0 2ト、mm、ル程度の大きさの、小実体を作るものである。それらは、死のう筋門不正死のう筋甲、ユーロチウム目に分類されている。有性生殖が知られていないものについても、リボソーム RNA の相当性から、ノのキ筋に属すると考えられているものが多い。野外の様々な機質から広く分離される。落ち葉や、 動物の糞からは必ずと言って良いほど出現する。土壌からも出ることが多い。また、室内に放置した食品などにも頻繁に出現する。パンや餅に生えるカビはこれから青カビのことが多い。空中雑菌としても普通である。下記のように病原体として働くものもある。菌の成長にマグネシウムは必要不可欠であるが、マグネシウム濃度が高いところでは、 鉄濃度が高いほどよく成長する。しかし、鉄濃度が一定を超えると成長が阻害され、放出数は減少する。麹カビは自然界の常在新菌であり、食品を腐敗させる代表的なカビの一つである。しかし同時に、麹カビはデンプンオーブ同等に、タンパク質をアミノ酸に分解する性質が強く、また種によっては効果的に脂肪を分解吸収するので、 古くから、酒、味噌、醤油、鰹節などの発酵を利用した食品の製造に利用されている。この時、麹カビを米、米ぬか、麦、大豆などに生やして、経済培養したものが利用されており、これを種麹と呼び、麹製造に利用される。アスペルギルス属のうち、A フーマガートスや A クラブス、A ニジェールなどの一部のものは人に対する病原性を持ち、 肺や外児道、鼻腔など体の内部に感染することがある。これらの一連のカビによる感染症をアスペルギルス症あるいはカビ性肺炎と呼ぶ。中でも肺に感染したものは肺アスペルギルス症と呼ばれ治療が困難であるため医学上重要である。これには肺結核患者の肺に生じた空洞内で近海を形成するアスペルギロウマや白血病末期などに 排除室内で菌糸が増殖するアスペルギルス肺炎が含まれる。このほか、本菌は皮膚に感染することもあるが、多くの場合これらアスペルギルスによる感染は日和り未感染であり、健常者が発病することは比較的少ない。また、A オーザーは職業性アレルギー原因菌であり、ジスの効果微効果企画試験において指定菌となっている。A フーマガートスは、 蝶類では昨日、馬では喉の脳のに感染しやすい。このほかある種の麹カビの胞子はアレルゲンになり、アレルギー性気管支援の原因の一つであることも知られている。また、食品中でマイコトとシンを作ることも医学上の問題である。麹カビ一部の禁止は麹として味噌や醤油、日本酒などの発酵食品の醸造に伝統的に用いられてきたが、 人に感染して病気を起こすものや数種類のカビ毒を産生するものがあり、食品衛生だけでなく医学上も重要視されているカビである。食品衛生において産生されるカビ毒で問題とされるのはアフラトキシンとシクロピアゾン酸である。アフラトキシンは熱帯から亜熱帯地域にかけて広く分布するアスペルギルスフラバスやなどのカビによりアフラトキシンが生成されるため、 1960年代に、麹菌の A オーザーや A ソジャエで、アフラトキシン生成が疑われたが、研究により、アフラトキシンを産生する能力は失われていることが、確認されている。しかし、アフラトキシンを産生しない菌種でもシクロピアゾン酸を産生する菌種があると報告されている。したがって、A オーザーであっても、発酵食品製造においては、 シクロピアゾン酸非生産成果部を使用する必要がある。麹酸は麹菌が、クルコース等の糖を発酵させることによって生成されることが知られているが、その詳しい生合成経路は不明である。メラノサイトに作用し、チロシナーゼの活性や合成を阻害し、メラニンの生成を抑えるという活性を持つ。日本では美白化粧品の有効成分として使用されていたが、 動物実験で肝がんを引き起こす可能性を示唆する報告がなされたため、2003年3月、厚生労働省の通達により、医薬部外品への使用が一旦中止された。なお、マウスにおいても、ラットにおいても肝臓への影響は高い容量で見られた知見である。その後、化粧品メーカーが工事さんの安全性を確認する追加試験を実施し、 工事さんの化粧品としての使用は安全性上なんだ問題がないことを証明した。このため2005年11月2日、厚生労働省は薬事、食品衛生審議会医薬品等安全対策部会において医薬部外品において適正に使用される場合にあっては安全性に特段の懸念はないものと考えられる。との見解を発表した。 これに伴い前日の使用中止の通知が撤回されたと同時に、工事産配合化粧品の製造販売の再開が認められた。アスペルギルス属のうち、いくつかの種は植物病原菌としても知られる。代表的なものとしては、A. チェバリリー、A. ニドヤランズ、A. リストリクタス、A. キャンディガスは、米に感染し病変前の原因となる。また、A. ニチェールは、桃や、 リンゴの麹カビ病や玉ねぎやチューリップの貯蔵中の林系の黒カビ病を引き起こす。麹カビ族に属する種は以下を含む数百種である。ありがとうございます。